ボーダーテリアと共にダッチスムースホントはオランダ原産の犬種の一つである。オランダ語ではホランセスムースホントまたはヘイレンスタルホントという19世紀に誕生した犬種である。この頃、オランダではネズミの感染症の媒介などによる衛生被害や食害が深刻化していてネズミを取ることができかつ賢い犬の作出が望まれていた。 それの元になる犬を探していた人物は隣国まで旅をして捜索を行っていたが、それにより目に留まったのがドイツのワイヤーヘアードピンシャーから時々生まれるフォーンの毛色の犬だった。その毛色の犬は当時スタンダード外であり、生後すぐに処分される対象になっていたが、健康や能力は通常の毛色のものと全く変わりがなかった。これを哀れに思い、 その犬を安価で大量に購入し、オランダに持ち帰って、地元の犬と掛け合わせることによって待ち望まれていた、ネズミ狩り犬、スムースフントが誕生した。主にネズミを狩るのに使われていたが、ペットとしても人気が出た。元から、優しい性格であるため、時に子守りを任せられるということもあった。ネズミ狩り犬としては発見次第ネズミを退治し、オランダの衛生家に、 大いに貢献した。スムースフントの働きの甲斐があってか、中級世紀中期には、乳幼児の感染症による死亡数がかなり減ったとも言われている。また、白っぽい毛色であるため、汚れが目立ちやすく、ネズミ退治で汚れた体をこまめに主人に洗ってもらうことができたため、自身の衛生管理がしてもらいやすいというおまけもついた。 ネズミカリ犬ケンペット犬として、大いに人気を得て、オランダではとても一般的な犬種となっていったが、第二次世界大戦の戦果を大きく被ってしまって、頭数が激減し、絶滅寸前になってしまった。頭数減少は深刻で、一時期フシーの公認登録が抹消されてしまうという、事態にも陥った。フシーの公認登録を抹消されるということは、 世界中からその犬種の絶滅を認定されたということを意味する重篤なことである。しかし、1970年代になると愛好家の一人であるバークマン夫人によって再生活動が開始された。数少ない純血犬の創作や本種の老い立ちに関する資料の収集、研究を綿密に行って後輩を行い、およそ10年かけて、 本種を復刻することに成功した。この復元は他の愛好家にも承認され、姿だけでなく、性格やネズミ狩り能力もしっかりと復元することができた点が評価された。年々人気を回復し、少しずつ頭数も増やしてきてはいるが、まだ世界的には珍しい犬種の一つである。オランダでもまだまだ数少ないが、愛好家は非常に多い。 大半の犬は、オランダ国内で飼育されている。愛好家の努力が実り、現在は、不思議に再公認されている。ボサボサの硬いラフコートが目立つ犬種である。あごひげや口ひげ、眉毛がふさふさしている。毛色はフォーンで、胸などに、ホワイトのパッチが入ることもある。筋肉質の引き締まった体つきで、足が長く、マズルは短めである。 耳は垂れ耳、尾は、ふさふさした垂れ尾だが、かつてはネズミに噛まれて感染症にかかることを防ぐため、耳を短めに、断耳して立たせ、尾は半分ほどの長さに、断をされることもあった。体高35から42センチメートル、体重9から10キログラムの中型犬で、性格は、人懐っこく明るく、外交的である。子供や他の犬とも仲良くすることができ。 とても遊び好きである。小さな子供に関しても寛容である。しつけの飲み込みや状況判断力は普通で、日本の住環境でも十分飼育ができる犬種である。運動量も普通で、かかりやすい病気は地肌が蒸れて起こる。皮膚炎、コートが目に入って起こる。目疾患などがある。ありがとうございます。